いやー、今年のユニクロ U もいっぱい買っちゃったな。奥さんにこれ怒られるかな。でもしょうがないよな。今年のユニクロ U 結構良かったからな。これはもう YouTube で皆さんに全力で解説しないとな、ということで、こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画なんですが、本日発売になりましたユニクロ U の秋冬の新作ですね。先ほどまで実際にお店に行って試着をして買ってきました。今回はですね、いろいろと商品ありましたが、その中で厳選して5つ購入してきましたので、こちらをですね、大人の男性に向けてしっかりと解説をしていきたいなと思っています。まあ、先日もですね、事前の動画でユニクロのサイトを見ながら、まあ、このあたりが気になるな、おすすめですよっていうのをですね、皆さんにお伝えしてたかなと思うんですが、そちらの答え合わせになるの動画をですね、今回皆さんにお届けしたいなと思っています。まあ、オンライン上で写真で見るのと、実際に店舗に行ってあれこれ試着をしながら検討するのとでは、やっぱり大きな違いがあるわけなんですね。僕の中でも事前にこのあたりは買おうって決めてたんですが、まあ、その通り買ったものもあれば、これ実際見たらちょっとしっくりこないなとか、これは全然チェックしてなかったけども着てみたらめっちゃいいぞ、買おうみたいなものもあったりするので、このあたりはリアルな買い物の醍醐味だと思っています。またオンラインだとモデルさんですね、スタイルのいいモデルさん、若いモデルさんが着てるわけなので、それだとなかなかリアルに想像できない方も多いと思います。ですが今回は40代の大人の男性を代表して、僕がですね、リアルなスタイルを皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、実際に買ったものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、もうもったいぶらずに今回買ったものの中で一番気に入ってるものからご紹介したいなと思います。いきなりちゃぶ台返しじゃないんですけども、事前動画の中で紹介してないやつを購入しまして、それが一番個人的には気に入っています。今僕が着ているこちらのアイテムですね、商品名はデニムシャツジャケット、価格は5,990円、サイズは L を選んでいます。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、なぜ L を選んだのかというと、これですね、メンツじゃなくてウィメンツのアイテムだからなんですね。実は先日の動画の中ではメンツのラインしかお伝えしてなかったんですね。結構気になるものがたくさんあったので、ここでウィメンツまで触れたらかなりボリュームが大きくなってしまうので、まあ、あえて触れなかったんですが、そのウィメンツの中で今回見つけたこちらがめちゃくちゃ良かったので、こちらをですね、まず一番最初に皆さんにご紹介できればなと思いました。実はメンツにもシャツアウターがありまして、こちらですね、これをですね、事前にチェックしてたんですね。なので売り場に行って、まずはこちらの方から着てみたんですね。まあ確かにいいんですけども、僕の中ではいくつか気になる点があって、まず襟の大きさですね。ここはかなり大胆だったんですね。まあそこは結構好みが分かれるかなと思いました。まあ僕自身ですね、体型がですね、がっちりしてる感じではないので、ちょっと襟大きすぎるかなと思ったので、そこがしっくりこなかったのと、あとは素材の質感ですね。まあこのあたりも、まあ正直ですね、好みが分かれるところかなと思いました。かなりカジュアルな雰囲気なので、まあ、すごくなんか質感が好きかというと、そこまで好みじゃないかなというところで今回は選ばなかったんですが、まあ、すごくいい商品だと思います。一方でたまたまですね、こちら見つけて試着をしてみたらめちゃくちゃ良かったんですね。着た瞬間からこれは買おうとですね、決断するぐらいすごく良くて、まあ、シャツジャケットということで、シャツとジャケットの間ぐらいのアイテムになってまして、まあ、デザイン的にはこうシャツですよね、オープンカラーになっていて、割とこう襟元はすっきりとした印象になっています。で、生地もですね、デニムを使っているんですが、中肉厚で、まさに今時期めちゃくちゃ使いやすいようなアイテムになってるかなと思います。秋だとか、あとは春も使えますよね。そして冬場もこの上にアウター掘っちゃえばシャツの代わりとしても使うことができるので、意外と3シーズン使うことができるような、まあ、そんな立ち位置になってるかなと思います。まあ、デザインのディティールは胸元に蓋付きのポケットですね、これが付いてることでデザイン的なアクセントになっています。まあ、ユニクロのインラインでもこのようなシャツアウターってやっていますが、まあ、よりですね、デニムにすることでカジュアルな雰囲気が出つつも、デザイン的にもベーシックなんだけども、ややエッジが効いてるというところで、すごくバランスのいい仕上がりかなと思います。まあ、裾の部分にもですね、こうスリットが入っていて、横から見た感じとか後ろから見た感じもなかなかですね、アクセントが効いてるような、そんな一枚になってるかなと思います。ウィメンズなんですけども、全然そんな感じはしないですね。まあ、サイズもですね、 M か L で迷ったんですね。でも 164cm53kg の僕で、ちょっとゆるさを持ってきたかったら L
L でよかったんですが、まあ、多くの普通体型の男性であれば L サイズで間違いないと思います。まあ、さらに1個上げれば、まあ、いろんな体型の方も着れると思うので、ウィメンズっぽくないなというような雰囲気ですね。でカラー展開は3色あったんですが、僕はダークグレーを選びました。この色味がめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。ストイックな雰囲気があって、ブラックほどは重たくないんだけども、カジュアル感のある先ほど着ていたインディゴブルーのカバーオールとかに比べるとちょっとシャープな雰囲気ですね。ここが味わえながらも色落ちの表現ですね、ちょっとヴィンテージライクな雰囲気もチープに見えないし、よく仕上がってるんですね。僕はデニム系のアイテムは大好きなんですが、価格帯を抑えるとちょっとチープ感が出ることもあったりするんですが、加工の雰囲気もすごくよくできてるので、これは名品じゃないのかなと思います。まあ、今回は秋冬物ということで、まだ季節的に先に行かないと着れないものも多いんですが、これは今すぐ着れるし、なおかつ男性にもめちゃくちゃ似合うし、男女兼用できるというところでは本当に使い勝手がいいかなと思うので、個人的に今季のユニクロ U ナンバーワンは意外なウィメンズのこちらのですね、デニムのシャツアウターだったかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、店頭でチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のですね、購入品なんですが、こちらですね。商品名はツイルオーバーサイズチェックシャツの07のグレーを購入しました。サイズは M サイズで、価格は3990円ですね。こちらに関しては先日の動画の中でも買うんじゃないのかなという形で予想していましたが、まさにイメージ通りすごく良かったので今回購入をしました。ただですね、チェックシャツって僕の動画の中では結構 NG に上げることが少なくないかなと思います。確かにチェック柄のシャツって難しいんですよね。どうしてもおじさんっぽいイメージだとか、なんかいまいち垢抜けないイメージがあるのがこのようなチェックシャツなので、失敗するとこう事故りやすいようなアイテムではあるんですけども、さすがユニクロ U ということだけあってバランスのいい一枚に仕上がってるかなと思います。まずはサイズ感ですね。いわゆるベーシックなチェック柄のシャツとは違って、今のトレンド感を抑えたようなオーバーサイズに振ってあるんですね。 M サイズなんですが結構ゆったりめですよね。身幅もたっぷりだし、着丈も結構長めに設定してあるので、いわゆるベーシックなチェックシャツに比べるとかなりトレンド感がサイズ感だけでもきちんと表現されているところが、まずは大きな違いになってくるかなと思います。でチェック柄自体も小さすぎず大きすぎず、ちょうどいいバランスだなと思いまして、色もですね、使われているのがちょっとグリーンっぽいグレーだとかブラウンだとかボルドっぽい色合いですね。こういった大人っぽくもあり秋らしいですね、配色になってまして、このあたりにチェックシャツなんだけども上品さが漂うんですね。すごく曖昧さがあるんですけども、このかっこいいんだかやぼったいんだかのギリギリのラインをついてるあたりが、まあ、すごくいいなと思って今回購入をしました。まあ、散々僕の動画の中でチェック柄については NG アイテムということを言ってきたので、あえて着たくなりました。ちゃんと選び方さえ間違わなければ、チェック柄のシャツ今旬なアイテムでもありますし、だいぶいつもの雰囲気とは変えられるかなと思うので、ぜひですね、ユニクロ U の価格でこういった素敵なシャツが手に入るのであればトライしてみる価値はあるんじゃないのかなと思っています。僕はまあこういった T シャツの上にアウター感覚でさらりと着たいなと思っていますし、あとはですね、重ね着のベースで着ることがメインになってくるかなと思います。この後にご紹介するアウターの内側にアクセント代わりに使ったりすると結構大人の男性にも使いやすいかなと思うので、ぜひですね、シンプルなシャツはもうすでにたくさん持っているという方はチェック柄のシャツ、だいぶ新鮮な気持ちになるかなと思うのでチェックしていただきたいなと思っています。ちなみにシャツはですね、結構豊作で他にもいいものがたくさんあったんですね。例えばストライプ柄のシャツも良かったし、あとはオリーブの無地のシャツですね。これと最後まで迷いました。使い勝手の良さだったらこちらのオリーブのシャツの方が圧倒的に使いやすいですし、色の質感だとかコーディネートの合わせ方で言っても優先順位は高いかなと思います。ただチェック柄のシャツでなおかつ色柄の雰囲気も大人っぽくて、僕ら世代でもトライしやすいっていうものは結構こう探しても見つからないものなんですね。しかもそれがユニクロ U で価格帯も抑えめというところでは希少性が高いかなと思うので、今回はこちらを優先しました。ぜひ皆さんも店頭でチェック柄と無地のオリーブ比べながらご自身に合ったものですね、選んでいただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、アウター行ってみたいと思います。こちら購入したのがですね、商品名はパデットステンカラーコート、色はですねオリーブを選択しました。サイズは今回は M ではなくて S にしました。価格は 16,900 円ということで、こちらもですね、事前の動画の中ですごくいいんじゃないかというお話をしてたかなと思うんですが、おそらくですね、今回のユニクロ U で最もですね推したいのはこちらのですね中綿のアウターだと思うんですね。
ユニクロ U のサイトの中でも一番最初に持ってくる画像っていうのはやっぱり思い入れのある商品だと思うので一押しのアイテムだとは思うんですね。僕もですねこれは買うんじゃないのかなっていう予想でいたんですね。で最後まで買おうかどうか迷ったのがまさにこちらのですね中綿のアウターなんですね。もうほとんどダウンに見えるような短丈系のスポーティーなアウターなんですけども、こちらではなくて今回ですねステンカラーコートの方を選びました。まずこちらのコートの魅力なんですけども、ステンカラーコートってメンズファッションの中ではすごくベーシックで使いやすいアイテムだと思うんですね。もともとはビジネスシーンで用いられることが多いような、まあ、オーソドックスなアウターではあるんですが、これをですねカジュアルシーンで取り込むのもすごく便利で、着丈が長くて切れ目な雰囲気が漂うのですごく使い勝手がいいんですね。まあ、ユニクロの定番でもですねステンカラーコートやってますし、ユニクロ U でも毎シーズンですねこういったステンカラーコート的なものがあるんですが、どれも完成度は高いんですね。なので僕もですね毎回買っていまして、今回は買わないでおこうと思ってたんですね。その代わりにこちらの中綿のアウターを買おうと思っていたんですが、実際に2つを着比べたところ、優先順位高いなと思ったのがこちらのステンカラーコートだったんですね。まあ、なぜ似たようなものをいっぱい持ってるのにこちらを選んだのかというと、いつものユニクロ U のステンカラーコートとはちょっと違って内側に中綿入ってるんですね。なので暖かいんですよ。通常のステンカラーコートって基本的には春だとか秋で使うものが多かったりして、それはそれでも持っているので違ったものが欲しいなと思ったんですが、中綿入っていて結構暖かいので、これだったら秋から冬にかけて使うことができるかなと思ったんですね。でロング丈のコートってすごく見た目は好きなんだけども、どちらかというと長すぎてめんどくさいっていうのは正直な本音なんですね。特に綺麗なコートになればなるほど気を使うので、僕はですねもっとサクッと羽織りたいんだよなっていうのがあるんですが、だけどこちらは素材で言うとコットンとナイロンのコンボで 62% コットンで 38% ナイロンということで、まあシワになったりもするんだけども、それも含めて味わいとして楽しめるような割とラフな雰囲気もあるんですね。なのでちょっと雑に扱ってもいいんじゃないのかなということで、冬場のきれいめなアウターとしてはすごく最適かなと思って今回購入しました。まあ去年ですねこういったロング丈のコートを1着買ったんですが、めちゃくちゃ重たかったんですね。だけどもこの中綿入りのステンカラーコートは軽いんですよ。そしてコットンとナイロンの雰囲気がいいし、色合いも良かったんですね。まあ、オリーブという表記ですが、ちょっとブラウンがかっているような色合いで、この曖昧なブラウンとオリーブの間ぐらいの色の感じですね。これが気に入って購入しましたね。ロング丈のきれいめなコートではあるんですが、ガンガンですね気にせず着たいなということで、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、こちらのコートを着て、先ほどご紹介したこちらチェックシャツですね、内側に少しこういったカジュアルなものを取り入れながら、着こなしをちょっとしたアクセントに添えてですね着るのがいいんじゃないのかなと思っています。これは結構気に入ってますね。今までにありそうでなかった中綿のステンカラーコートということで、オフだけではなくて意外とオンでも使えるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。一方でこちらのですね中綿のアウターなんですが、すっごい良かったところとちょっと個人的にどうかなと思うところがあって、今回買うのをやめました。最後まで悩んだんですが、トレンド感あっていいんだけども、やっぱりですねボリューミーなんですね。すごくボリューミーで着丈が短いんですね。なので僕のような身長があまり高くない人間からすると、すっごいスタイルがよく見えないんですね。まあもちろんこうスタイルをよく見せることだけがファッションの楽しさではなくて、スタイルを犠牲にしてでもトレンド感だとかアイテムそのものの魅力を楽しみたいっていう思いもあるんだけども、それにしても結構ですねボリューミーだったので、ちょっと僕の体型には合わないかなというところで今回は見送りました。特にオリーブの色合いですね、スタンドカラーでしっかりと首元にもボリュームがあってめちゃくちゃ良かったと思うんですね。ただかなりボリューミーで、あそこまで膨らみ感があるとかえって着る機会が僕には多くないかなとも思ったんですね。もっとライトでいいと思ったし、それだったらこちらの中綿のステンカラーコートでサクッと羽織って内側ちょっと重ね着をしながら楽しむぐらいが、まあ、大人のスタイルとしてもすごく相性がいいかなと思ったので、今回は中綿のアウターではなくて中綿のこちらのステンカラーコートを選びました。こちらのアイテムに関しては賛否両論あって、まあ、今っぽくてすごくいいと思うんですね。だけども大人の男性である程度スタイルに自信がある方だったらバッチリ着こなせると思うんですけども、そうじゃない場合は結構ですね見栄えとしてはふっくら感が満載になってしまうので、そのあたりはまあ実際に試着をしながら検討されるといいかなと思います。まあ、個人的には今年の冬ですね、あんまり気にせずにガンガンにですねこちらのコートを使い倒したいなと思うので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて僕が今着ているこちらのアウターですね。なんだかんだで今回アウターが多かったなという印象なんですけども、商品名はリバーシブルスタンドジャケット、カラーは09のブラックですね。サイズは M を購入しまして、価格は9990円になります。これは一言で言うなら裏番長的な存在かなと思います。今回買ったものの中では派手さはないんだけども、実はですね、影の実力者的な感じで、僕も正直ですね、事前レビューでもさらりと触れるぐらいで悪くないし、もちろんいいとは思うんだけども、取り立ててすごいいいですよというような感じもなかったんですね。店頭でもですね、いろいろとチェックする中で割と最後の方に試着したのがこちらだったんですね。地味だから試着しようという気持ちにもならなかったんですが、着てみたらなんかいいぞと、なんだろうな、この感じめちゃくちゃ好きだぞということで、じわりじわり系アイテムなのかなと思います。もうパッと見で分かりやすく素敵なものってあると思うんですね。先ほどご紹介したステンカラーコートというのは、誰が見てもやっぱりこう綺麗な雰囲気で大人っぽくて上品さが漂うようなアイテムかなと思うんですが、一方でこのようなアイテムっていうのは丈もそんなに長くないし、ワークだとかミリタリーテイストの雰囲気で、見る人が見ないとあんまり魅力的には感じないアイテムかなと思うんですね。ですので、たまたま店内にいた奥さんにですね、どう思うこれって聞いたら、あーうん、なんかパパっぽいよねっていう風に言われました。つまりはこう女性だとか客観的な視点で見るとめちゃくちゃいいっていう感じではないと思うんですよ。だけども服が好きな男性であれば結構ですね、着用した時の満足度は非常に高いアイテムになるのかなと思っています。まあ、サイズ感は少しゆったりめのオーバーサイズになっていまして、襟はですね、今のトレンド感を踏まえたようなスタンドカラーになっています。このあたりも個人的には好きなポイントで、これリバーシブルになっていて、表はポリエステル 100% で、割とラフに羽織れるようなアウターになっていて、内側はフリースになってるんですね。一応こうリバーシブルにはなっているんですが、僕の中でリバーシブル片側しか着ない説っていうのがあって、今までいろんなリバーシブル系のアイテム僕も買ってきましたが、一度もですね、両方どっちもよく着るってことはなかったんですよね。どちらかの方に着用は偏るわけなんですが、これもですね、間違いなくこっちしか着ないなと思います。まあ、このポケットですね、斜めに入った蓋付きのポケット、ちょっとこうワークだとかミニタリーのテイストを感じるようなディティールで個人的にも大好きですし、一応こちらジップでも開け閉めできて、なおかつスナップボタンでも止めてですね、見せ方を変えられるところも個人的にはすごくいいなというポイントなんですね。今は前開けてきていますけども、ボタンを止めてもちょっと表情が変わるんですね。ちょっとやってみます。はい、締めるとこんな感じですね。いかがでしょうか。まあ、スタンドカラーの今っぽい雰囲気がちゃんと漂いますし、また見え方が大きく変わってくるかなと思うんですね。まあ、これはですね、実際に首元も暖かいし、サクッと羽織りやすいっていう点でも使う場面は結構多いんじゃないのかなと思います。僕の中では結構想定してるシチュエーションがあって、キャンプで着ようと思ってるんですね。これから秋から冬にかけてのキャンプのシーンにすごくこれ活用できそうだなと思ったので、着た瞬間にあーこれは使えそうだなということで、つい購入をしてしまいました。まあ、ボタンは1つ目と2つ目これぐらいまで止めて、あとは開けっぱなしみたいな感じの着方も個人的には好きなので、スナップボタンの方を活用しながらですね、これ使いたいなと思ってるんですけども、誰にも理解していただけるようなアイテムではないかなと思うんですが、大人の男性が見てちょっとこう男心をくすぐられるような、そんなアイテムでもあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでラスト5点目になりましたね。今僕が着ているこちらの商品なんですが、プレミアムラムローゲージセーター（長袖）、カラーは31番のベージュですね。サイズは今回 L を購入しまして、価格は4990円でした。割とですね、こちらのニットはベーシックで使いやすいような鉄板のアイテムだと思うんですが、今回ですね、僕は通常 M を選ぶことが多いんですが、 L を購入しました。割とサイズ感がコンパクトなんですね。特に丈の長さが注意が必要で、割と短めなので M でもちょっとちっちゃいかなと思ったので、僕は L サイズを選びましたが、まあ、場合によってはもう一個上でもいいぐらいなので、結構ですね、サイズ選びは注意が必要かなと思います。通常体型の方だと L がもちろんいいかなと思いますし、ちょっと大きい体型の方だと XL もしくはその上ぐらいでもいいぐらいですね。割とサイズ感がコンパクトなので、このあたりがですね、ちょっと意外性がありました。まあ、ベーシックで使いやすいようなローゲージのニットなんですが、しっかりと厚みがあるので、秋から冬にかけてガンガン使えるような、そんなアイテムになってるかなと思います。まあ、ニットなんですけど、ちょっとデザイン的にはスウェットライクな感じ
じなんですね。このあたりも個人的にはなんか今の雰囲気に合ってるなと思います。小綺麗なニットよりも少しカジュアル感があるニットの方が着たい気分なので、そういったところにもぴったりとフィットしてるかなと思います。で、結構特徴的なのがこの襟周りのリブですね。ここも太めの設計です。サイズをワンサイズ上げてますが、襟元も割と高さのあるような雰囲気なので、そこまで間が開かないんですね。まあ、内側に白 T 着てますが覗かないぐらいのバランスで、割とタイトな首前のフィッティングになってるかなと思います。まあ、肩のラインは落ちていて緩さはあって、今っぽいデザインなんですが、割と丈がスッキリというような、そんなデザインになってるかなと思います。まあ、色はですね、このベージュというものを買いましたが、まあ、ベージュというよりはちょっとグレー味がかっていたりだとか、ブラウンの手前ぐらいの雰囲気も感じますが、ヨーク糸の色を見ると結構いろんな色が混じってるんですね。ちょっとこうグレーというかオリーブっぽい色も混ざったりしていて、単調に見えない色合いなので、このあたりもすごくバランスがいいなと思いました。で、素材感的にはややチクチク感はあるかなと思います。今半袖の T シャツのように着てるので、ちょっと着心地気になるかなと思うので、これはロン T に変えた方がいいかなと思うんですが、まあ、そこは試着をしながら皆さんの許容範囲かどうかはよく確認しながら購入するのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、この曖昧な色味の雰囲気とベーシックで使いやすいようなデザインというところで、これはですね、一着あってまず間違いがなくて、先ほどご紹介したようなステンカラーコートに合わせてもらったりだとか、タンタケ系のアウターにも合うと思うので、これは使える用途は広いんじゃないのかなと思います。派手さのあるアイテムでもないし、ユニクロ U では毎シーズンやるようなイメージのニットと近いんですけども、大人の男性にはすごく使いやすいかなと思うので、よかったら皆さんもチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では本日発売になりましたユニクロ U の秋冬の新作ですね、実際にお店に行って試着をして気に入ったものを買ってきまして、それを皆さんに徹底的にレビューをさせていただきました。当初買おうと思っていた中綿のアウターを見送って、ちょっとこのあたりはイメージしてなかったけども買ったみたいなウィメンズのですね、デニムのシャツアウターですとか、タンタケのパテットアウターですとか、このあたりは個人的にはちょっと意外性があって、なかなか楽しいコレクションだったなと思っています。まあ、このユニクロ U の発売日というのはもう一つのお祭りみたいな感覚で、今頃ですね、いろんな YouTube のチャンネルでレビュー動画がアップされていると思います。ぜひ皆さんもそれらをですね、比較しながら、まあ、自分の感覚に合ったものをですね、丁寧に買い揃えていただければなと思います。まあ、ついですね、こういった動画がいっぱいあると、これ買った方がいいのかなっていうテンションになっちゃうかなと思うんですが、まあ、焦らずにですね、自分のライフスタイルに合うかどうか、自分の手持ちのアイテムに足りてなくて、なおかつワクワクできるかどうか、そのあたりを基準にですね、まあ、丁寧に物選びすることが大事かなと思うので、まあ、一つの参考として僕の動画もですね、検討材料にしていただければなと思っています。まあ、今回の動画ですね、もし気に入っていただけたら、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると個人的にも嬉しいです。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。